談話室吉澤。ようこそ談話室吉澤へ。俳優吉澤亮さんの作品やお芝居、ご活躍について語っています。お相手はあんこが苦手な私桜餅。ピアノは友達のういろうさんときびだんごさんです。それでは本日も勝手な推し語りにどうぞお付き合いください。今日は何の日？吉澤亮さんの日。パチパチパチ。毎日が吉澤亮さん記念日です。7月10日、過去のこの日にどんなご活躍があったかをピックアップしています。2012年、アメモバ公式 SNS にてファースト写真集の撮影レポ、制服姿が眩しいと書いてあります。わかる、それな、発光してますよね、もう美しすぎて。2014年、スタッフさんよりコイントスレギュラー出演発表。2017年、映画、あの子のトリコの映画化発表で、目覚ましテレビでメイキング動画があったり、3人のビジュアル写真が出たり、で、ご本人から、スチール撮影風景、楽しそうな撮影風景とともに、昨日オールアップしました。めっちゃ楽しい現場でした。キュンキュン、キュンのキュンというね、自信のあるお言葉。嬉しいです。それから、メンズノンの発売、オーサム発売と、銀玉の中高生試写会で、小栗さんと室さんがサプライズ出演されたんですが、その中で、入れ替わるなら誰？という質問に、小栗さんが吉澤亮さんと入れ替わりたいと言ったのが話題になったりしています。あと、アミューズ公式さんより、ハンサムの DVD 発売イベントのレポートと、映画、猫は抱くものの初日舞台挨拶レポート。むちゃくちゃ多い。2017年の7月10日。どうしたってぐらいですね。すごいです。2019年、吉澤さんの写真展に、サイさんがご来場されたということで、吉澤亮フェスという名言いただいております。いつもありがとうございます。2021年、前の日、東京リベンジャーズが公開初日で、7月10日土曜日に舞台挨拶と生中継がありました。で、スタッフさんより、後半はね、A1 しながら最後の方を撮ってて、病院でクランクアップしてほっとしたお写真などが公開されまして、よかったよかった。とにかくよかったよかった。という感じです。などなど、いろいろありました。ご活躍でした。2017年がやばかったですね。何人いるんだって感じですよね。もう大活躍でした。パチパチパチ。さて、次は本日の吉澤さん。2022年7月10日。今日出会った吉澤さんをご報告します。SNS、Twitter とか LINE とかで、グッズのグラスセットですね、コップですけど、の特典は今日までというのと、なんと、チェキをくれる中でも吉澤さんが手に取ったとどろきチャンスという言葉が生まれました。ちょっとアタックチャンスの音でしか再生されず、もう、ずっとね、アタックチャンスの音でとどろきチャンスって聞こえてます。皆さんもぜひ、それで言ってください。あと、キングダムの告知番組として、告知番組じゃないや、番組の中の告知として、超無敵クラス放送。あと、CM では、昨夜の情報セブンデイズニュースキャスター、今日の相葉学ぶでアイリス大山、ラジオは桃色クローバー Z のハッピークローバートップ10で鈴木ソリオ。と、これ今日だけではないんですが、たまたま私が本日半蔵門線に乗ったところ、全車両に2枚ずつロングバージョンのバイト探し侍さんが涼やかに飾られておりまして、非常にテンションが上がりました。ありがとうございます。などなど、今日も吉澤さんにたくさん出会えて幸せでした。パチ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 。さて次は作品とお芝居について、仮面ライダーフォーゼ46話、孤高一種。または、ここをいて、の真ん中あたりです。この間は、理事長のセリフのこってりさがさすがだなという話と、あと、基本的に相手を疑ってみる流星くんと、まずは信じる源太郎と、この二人が補完し合う感じでいいバディだなという話をしたんですが、まあ、その、改心しまして、ライダー部のみんなと一緒に理事長と戦うと言っている校長の案内で、ホロスコープスと理事長が謁見する特別な部屋を見に行くことになりまして、で、理事長のデスクをね、こうスーッと調べる目で見る探偵流星くんの目が探偵っぽくって素敵。で、その特別なホロスコープスと会う部屋の、
なんだろう、謎の空間みたいな、扉を開けると謎の空間みたいになってるとこがあるんですけど、そこを見て目をすがめる、出ました。辞書で目をすがめるって出たらこの映像が出てくるようにしてほしい。むちゃくちゃかっこいい目をすがめるをやってらっしゃいます。で、ホロスコープスルームに入ったところ、このね、薄暗いというか赤黒いんですよね。赤黒薄黒い部屋の流星くん、むちゃくちゃかっこいいなと思ってますと、最後のホロスコープスらしき人がいて攻撃してくるんですね。で、生身で押さえつけたんですけど、爆発するぞって言って飛びのく。で、飛びのいて、扉から華麗に前転して出てくるんですよ。なんと、なんてかっこいい前転。前転自体もかっこいいけど、止まった瞬間がむちゃくちゃかっこいいですね。マット運動のテストで100点取れそうな。あ、というか、マット運動のテストだと立たなきゃいけないのか。わかんないけど、マット運動のテストでこうやって前転してヒーローっぽくバシって決めたらむちゃくちゃ拍手起きそうな。やっぱり運動神経いいんだなって、なんかこれモテちゃうなって感じの前転を決めてくれています。モテる前転っていうね、やつですね。で、まあそうやって逃げたんですけど、やはり、赤と白のレンジ紙みたいなやつが出てきて襲ってきたので、ポーゼとメテオ同時変身で再び戦うということになりました。前回もこの赤白のレンジ紙みたいなやつと二人で戦って、その時はまあ消滅というか勝った風に見えたけど逃げられたって感じだったんですかね。はい。というところで、華麗な前転を見たっていう印象が残っています。今日はここまで。明日はこの続き行きたいと思います。よろしければどうぞお付き合いください。それではまた。